新作のポケモンソードシールドでは、経験値雨でレベルを上げたり、レベル100になると個体値もマックスにできたり、努力値は薬で完了したり、性格をミントで変えたり、特性もカプセルで変えたりなど、ブラックホワイトや XY 時代に苦労したことが、楽ちんにできてしまうという世代になりました。なので、カリナはとっても卑怯なことを思いつきました。野生で捕まえたナタモン100レベにして 6V にすれば厳選楽ちんじゃね？さすがにそれは古すぎんだろ。前回の動画で、100レベのポケモンを連れてバトルタワーに来ると、右の方にいるお兄さんによって、すごい特訓をしてもらえます。銀の王冠や金の王冠といったレアアイテムを消費してしまうのですが、そのアイテムを消費するだけで、0V だったネギガナイトを 6V にすることができました。ほんとすごい時代になったよな。でも、私はちょっぴり賢いので、この無理やり作った 6V を、どうにか再利用できないか、と考えました。そうだ、卵で無限に増やそう。いや、再利用というか無限増殖じゃねえか。というわけなので、レアアイテムをフルぶっ飛して、レイドバトルで捕まえた、3V のメタモンを、無理やり 6V にしました。100レベに必要な経験値雨集めるの割と面倒いの忘れてるだろ。これで完全に準備は整った。全部の個体値を無理やりマックスにした 6V のネギがないと、そして3つの個体値を無理やりマックスにした 6V のメタモン、持たせたポケモンを預け屋に預けて卵を産ませると、両親の個体値からランダムで5つ遺伝させることができる、そんな厳選に必須アイテム、赤い糸を持たせて、ネギがないととメタモンで卵を作ります。これで 5V のポケモンが確定だお願いなので、ここで動画の視聴をやめると 100% ヒカリナチャンネルのアンチになってしまうので、最後まで動画を見てください。今作のポケモンは、交尾してから卵を作るスピードが早めなので、一気に孵化させていきますよ。特性炎の体のポケモンがいたら、もっと孵化のスピード上がるんだけどな。いなくても、昔と比べて早い気がします。かわいい。といった感じで、カモネギが5匹生まれました。重要なのは、こいつらが本当に 5V 以上なのかどうかだよな。果たして、結果はどうなっているのでしょうか？全部と答えじゃねえかー。どうなってんだ、赤い糸は親の個体値を5つ受け継ぐんじゃなかったのか、というかそれ以前に、普通に卵産んでも親の個体値3つ受け継ぐよね、それなのに3V すらねえじゃねえかー。もう、この結果から全てが分かっちまったな。すごい特訓で個体値を上げても、卵遺伝には全く引き継がれない。だから、レアアイテムをフルブッとして最高の 6V メタモンを作ったのは、レアアイテムの無駄遣い。なんということなのでしょう。ポケモンの世界では、後から頑張って能力を上げても、子供にその能力を引き継ぐことができません。まるで、整形によって顔面を作り上げた美男美女の夫婦の子供が、ものすごい不細工だった時並みの衝撃を受けました。ガラル地方のポケモントレーナーさん、厳選は地道に頑張ってください。